ケープタウン、ケープタウンは南アフリカ共和国西ケープ州に位置する都市、都市圏である。立法府所在地で同州の州都、アフリカ有数の世界都市である。テーブル湾に面する同市はその港が有名であると、共に世界的に有名なテーブルマウンテンや希望峰などを含んだケープ草原の中にある。ケープタウンはもともと東アフリカインド。 東アジア貿易に携わるオランダ船の食料基地として建設されており、それはスエズ運河が1869年に建設される200年以上も前のことであった。ヤンファンリーベックが1652年4月6日に到着して南アフリカで初めてのヨーロッパ植民地を設立するのであるが、ケープタウンは急速に成長してヨーロッパ初の全焼基地。 キャッスル・オブ・グッド・ホープという元々の目的を超えてしまった。ヨハネスブルグやダーバンが成長するまでは、南アフリカ最大の都市であったのである。南アフリカに初めて白人が入植した土地であり、後の内陸部へのすべての開拓の起点ともなった。そのため、南アフリカの白人からは、マザーシティ、母なる都市との愛称で呼ばれる。2001年の南アフリカの国勢調査によれば、 ケープタウン大都市圏は295万人の人口を持ち、面積は2499平方キロメートルで、南アフリカの他の都市よりも大きい。この結果、人口密度は比較的低くなり1平方キロメートルあたり1158人である。ケープタウンは、フランスのニースやイスラエルのハイァと、姉妹都市となっている。 ケープタウン市内人口は2011年国勢調査によると433,688人となっている。周辺地域と合わせた大都市圏人口は374万26人。バスコダガマが1498年に希望本、周りの応援航路を開発して以降、この地方は欧州と東洋とを結ぶ主要航路となっていたが、 希望防護機は公海上の難所であるにもかかわらず、ポルトガル領のルワンダとソファラ間には補給港がなく、交通の障壁となっていた。このため、オランダの東インド会社がこの地域への補給港建設を計画し、同社に所属していたヤンファン・ギーベックが1652年にテーブルワン南岸の現在のケープタウン中心部に入植し、ケープタウン市を建設した。 ケープタウン周辺では、熱帯原産のバントゥー系の主食作物は生育できなかったため、この地方に居住していたのは、牧畜民である、コイコイ人だった。彼らは、食料生産力が低いため人口が少なく、戦闘力も低かったため、入植者たちにすぐに追われ、ケープタウンは安全に成長することができるようになった。この地への入植を決定した東インド会社首脳部は、 この地に補給校以上のものを作ろうとは考えておらず、利益を考慮しない代わりに、損害も少なくするため、できる限り放任する姿勢をとった。入植者たちの一部は自由農民となり、ケープタウン及びその周辺で農耕や牧畜を開始した。入植者は会社によって1707年までは無料で輸送され、次々とこの地に入植していった。入植者たちには、オランダ人のほか、 なんとの直令の廃止によって、フランスを追われたユグノーたちもおり、彼らは、ケープタウン近郊に入植してワイン作りを始め、1679年には、第10代ケープ植民地総督シモンファンデルステルが、内陸部のステレンボッシュに、居留地を作り、以後ケープ植民地は、ケープタウン市のみの植民地から、面的な広がりを持つようになった。18世紀には、ケープタウンは、 補給基地の枠を超えて成長を続けるようになった。ケープタウンの港には、大院航路の商船が立ち寄るようになり、彼らを相手とする商人層が成長し、一部の者は富を蓄え、富裕層となっていった。農民は独立自営農民として各地に巨大な農園を構え、奴隷を使用しながら大規模農業を営むようになった。この二者と商船を顧客とする。 職人層も出現した。農民層の一部は、ケープタウン市から遠く離れた内陸部で牧畜を営むようになり、トレックボーアと呼ばれるようになったが、彼らの生産品は、ケープタウンで売られ、必需品もケープタウン商人が供給しており、ケープタウン経済から独立した存在ではなかった。18世紀末には、ケープタウンの世帯数は1100個に達していた。 1778年には富を蓄えた、都市商人と農民層が、オランダ本国に代表団を送って、政治的代表権と貿易の自由を要求したが、黙殺された。1795年、フランス革命の余波を受け、イギリス艦隊がケープタウンに上陸し、ケープはイギリスの占領下に置かれた。1803年には、アミアンの和訳によって、 オランダ連邦共和国の後継国家であるバビア共和国がケープ植民地の支配権を取り戻したが1806年1月には再びイギリス軍がケープを占領し1815年のウィーン議定書によってケープタウンは正式にイギリス領となった。イギリス領となってもケープ植民地の首都及び中心がケープタウンに置かれたことに変わりはなかった。 1820年にはイギリス人の移民が始まったものの、ケープタウンにおいてもケープ植民地全体においても、イギリス系はオランダ系ボア人の人口を超えることはなかった。1833年の奴隷解放によって、東ケープのトレックボアたちは不満を募らせ、やがてグレートトレックを引き起こすが、ケープタウンはすでに商工業を中心とした社会となっており、グレートトレックへの参加者は、 ほとんどいなかった。グレートトレックによって内陸部にオレンジ自由国及びトランスバール共和国が成立すると、イギリス本国はケープ植民地の政治的自立性をある程度認める政策を取るようになり、1854年にはケープタウンにケープ植民地議会が開設された。この議会は制限選挙制であったが、人種制限はなく、 これによって一部の黒人及びカラードは1956年まで選挙権を保持することに成功た。植民地政府は同時に経済開発を進め、ケープタウンに電信や郵便が整備され、ステレンボッシュやケープ半島南部への鉄道も開通した。1865年にはケープタウンの人口は2万8000人に達していた。1886年、 トランスバールのヨハネスブルグで金が発見されると、ケープタウンは当初は鉄道によって、ヨハネスブルグからの金の輸出を独占していたものの、やがてヨハネスブルグには、ナトアル州のダーバンからの鉄道が到達し、さらに、トランスバール政府が、ポルトガル領、ロレンソ・マルケス、ゲンマップとへのデラゴアワン鉄道を建設したことから、輸送、ルトが変化した。 この輸送ルート問題は、やがてボーア戦争の引き金の一つとなった。1902年にボーア戦争が終結した後、イギリス領となった4植民地に大同団結の動きが起き、やがて1910年には、イギリスの自治領である南アフリカ連邦が成立すると、ケープタウンには南アフリカ連邦の議会が設置された。しかし、諸州の兼ね合いにより、行政首都は、 旧トランスバールの首都であるプレトリアに、司法首都は旧オレンジ自由国の首都であるブルムフォンテインに置かれることとなった。これはケープタウンの地位を相対的に低下させる一因となった。近郊発見以後も湧き立つ経済によって、ヨハネスブルグの経済はケープタウン推しのようになり、プレトリアウィットウオタースランド、ヨハネスブルグフェリーニヒング経済圏、現、ハウテン州は、 ケープタウン経済圏を抜いて、南アフリカの経済の中心となった。しかし、ケープタウンの重要性は保持された。アパルトヘイト廃止運動の中心人物であり、1994年に黒人初の南アフリカ共和国大統領になったネルソン・マンデラは、ケープタウン沖合にあるロベン島の刑務所に1964年から1990年までの7年間収監されていた。 釈放後、最初の記念演説は、ケープタウン市役所のバルコニーにて行われ、10万人の聴衆を集めた。ケープタウンの中心は、ケープ半島の北の端に位置し、テーブル湾に面した地区である。この地区は北をテーブル湾、西をシグナルヒルとライオンズヘッド、南をテーブルマウンテン、東をデビルスピークといった山々に囲まれほぼ円形をしており、 その形からシティボールと呼ばれている。目抜き通りはシティボールを南北に貫くアダレーストリートであり、ケープタウン駅や南アフリカ国会議事堂、南アフリカ博物館やカンパニーガーデンズといった観光名所も多くある。ケープタウン駅の南にはケープタウンの起点となったキャッスル・オブ・グッド・ホープがそびえる。中心部の北側にある休校地区は近年再開発が行われ、 ビクトリアアルフレッドウォーターフロントとして観光の目玉となっている。その北はグリーンポイントと呼ばれ、ケープタウンスタジアムやゴルフ場などがあるスポーツ、レクリエイオン中心のエリアである。ケープタウンよりシグナルヒルを挟んで西に位置し、大西洋に面するシーポイント地区を中心とする北西部一帯は白人が多く高級住宅街となっている。 市街地の背後に見事にそそり立つテーブルマウンテンは1000メートル以上の高さを持ち、ほぼ垂直の崖で取り囲まれている。この山に時折薄い雲がかかったりすると、その外観からテーブルクロスなどと呼ばれることもある。ケープの気候は変わりやすいため、テーブルクロスのかかっていないテーブルマウンテンは珍しいほどである。この半島を背骨として貫く山脈が、 大西洋の中を南に張り出し希望峰となっている。ケープタウンの中にある300メートルを超える頂きは70以上。ケープタウンの多くの郊外住宅地区は半島と本土を結ぶケープフラッツにある。ケープフラッツは海底が隆起してできた陸地であり、大方は砂っぽい地質である。テーブルマウンテンはかつては島だったことになる。ケープフラッツはアパルトヘイト時代に 市中心部の第六地区ディストリクト6から強制移住させられたカラードたちの居住区でり、現在でも低所得者層の居住地となっている。近年では東から流入してきた交差人が優勢な地区となっている。ケープ半島は地中海性気候でありはっきりとした季節がある。5月から9月まで続く冬には大西洋から 寒冷前線が雨と強い北西風をもたらす。冬は寒く、平均最低気温は、摂氏摂取のなど、年間降水量の大半は冬に集中しているが、山がちな地形によって、特定箇所の総降水量は大幅に変化する。市の南部ニューランド郊外は、南アフリカ共和国内で、最も降水量が多い。京国部や海岸部の年間平均降水量は515ミリだが、 山間部では1500ミリにもなる。10月から3月まで続く夏は暑くて乾燥している。半島は東南から強い風をしばしば受けるが、これはケープドクターと呼ばれている。汚れを吹き飛ばし、空気を正常にするからである。この東南風は南大西洋からケープタウンの西に張り出している南大西洋高気圧によるものである。夏の気温は温暖であり、 平均最高気温は摂氏26度である。ケープタウンが市政を施行したのは、ケープ植民地時代の1839年である。当時は、現在の市の中心部にあたるシティボールと呼ばれる山に囲まれた円形の地区のみが市域であった。ケープ半島には10個の独立した自治体が存在していた。やがて地域の拡張などにより自治体は徐々にケープタウン市に併合されていったが、 現在の地域が確定したのはアパルトヘイト廃止後の百九十四年のことだった。ケープタウン市議会は定数二百二十一で、そのうち百十一議席は百十一選挙区からの小選挙区制で、残り百十議席は比例代表制によって選出される。二千六年から二千九年までは民主同盟党首であるヘレン・チレが市長を務め、二千九年総選挙でチレが 西ケープ州首相に転ずると、市長には同党のパトリシア・ゲリールが就任した。ケープタウンは最大野党民主同盟 DA の画像であり、市議会の過半数を占めるとともに、国政選挙においても民主同盟の最大の地盤となっている。これは与党アフリカ民族会議が黒人主体の政党であり、ケープタウンの人口の多数を占めるカラードからの支持が弱いこと。 および民主同盟がカラードから最も支持を受けている政党である子による。2011年5月18日に行われた地方選挙においても民主同盟は221議席中135議席を獲得して過半数を大きく超え引き続き最大政党となった。国政の与党であるアフリカ民族会議 ANC は73議席を獲得した。 2001年南アフリカ国勢調査によれば、ケープタウンの人口は289万3251人で、ある。公式世帯数75万9767のうち87.4%が水仙があるいは科学、処理トイレを持ち、94.4%が週1回以上の自治体によるゴミ収集を受け、80.1%の世帯が主なエネルギー源として、 電気を用いている。16.1%の世帯が独身である。人口の48.13%をカラードが占めており、次いで黒人が31%、白人が18.75%、アジア系が1.43%である。24歳以下が46.6%で65歳以上が5%であり、中央値が26歳。 100人の女性に対して男性は92.4人。市街地に住む19.4%が失業しており、失業者の58.3%が黒人、38.1%がカラード、3.1%が白人で、0.5%がアジア系である。ケープタウンに住む黒人の大半が交差人であるが、これは彼らがバントゥー系最南端に住む民族であり、 元々の居住域であるトランスカやシスカなどのホームランドからケープタウンが近かったからである。2011年の国勢調査によると、ケープタウン大都市圏居住者の35.69%の母語がアフリカーンス語であり、29.82%がコサ語28.40%が英語2.91%がその他の言語となっている。 中心部にある旧ケープタウン市地域、人口43万3688人では、英国植民地の歴史が長いことや、国際都市でもあるために英語を母語とする住民が67.68%と、圧倒的に多く、アフリカンス語は22.53%と少ない。また、希望峰がある、ケープ半島地域なども英語が優勢な地域である。 南アフリカ政府の英語一本化政策により、アフリカアンス語の公用語の地位が境外化したことによって、アフリカアンス語の看板や広告、標識などは減少傾向にあるために、印象では世界最大のアフリカアンス語人口を誇る都市という実態とは乖離しつつあるが、郊外ではアフリカアンス語が圧倒的に優勢であり、 アフリカーナーとカラードを中心に大多数の人がアフカーンス語を使って生活している。また、コサゴも交差人が多く住む地域で使われている。居住者の76.6%がキリスト教徒であり、10.7%が無宗教、9.7%がムスリム、0.5%がユダヤ教と0.2%がヒンズー教と2.3%が 他の宗教もしくは不特定な信仰を持っている。20歳以上で4.2%の市民が教育を全く受けていない。11.8%は何らかの形で小学校に行ったことがあり、7.1%は小学校のみ卒業し、38.9%は何らかの中等教育を受け、25.4%が高校までは卒業し、12.6%がそれ。 以上の教育を受けている。20歳から65歳の中央年収額は25,774ランド。男性に限れば中央年収額は28,406ランド。女性に限れば22,265ランドである。ケープタウンはヨハネスブルグイコールプレトリアに次いで南アフリカ第2の経済規模を持つ大都市圏であり、アフリカ全体でも3位の経済圏である。 南アフリカ国会や西ケープ州政府などの行政機能の集積による経済面での効果も大きい。移住者が多いため不動産市場及び建設市場が活況を呈しており、2010年 FIFA ワールドカップの開催はそれをさらに促進した。ケープタウンは世界の海上交通上の要衝であり、船舶が集まるため多くの造船会社や 海運業者がオフィスを構えている。船舶の修繕も主要産業の一つである。ケープタウン周辺は温暖な気候と適度な降雨に恵まれ、果物や農産物の一大産地となっている。近郊のステレンボッシュを中心とするワイン、生産地帯で生産されたケープワインは近年世界市場で高く評価されるようになり、輸出が増加している。こういった農産物や 食料品の集産地、輸出口としてもケープタウンは重要である。また、ケープタウン西の海は、北から流れてくる寒流のベンゲーラ海流と、東から流れてくる暖流のモザンビーク海流とが合流する仕様目であり、世界有数の工業場となっている。そのため漁業も盛んであり、特に日本の遠洋漁業船団の一大拠点となっている。アパルトヘイトの撤廃後、 ケープタウンに国内や周辺諸国から大量の住民が流入したが、彼らの多くは失業者となり、治安が急速に悪化した。ヨハネスブルクほどの治安悪化は見られず、昼間なら徒歩での外出も可能ではあるものの、犯罪は増加している。日本の外務省からは、市の中心部、シティボール及び北西部並びに、首都部品混沌が多く住むケープフラッツ地区には、 注意喚起が発出されている。一方、ケープ半島や内陸部郊外の農村地帯は、比較的治安は良好である。ケープタウン国際空港は、国際線と国内線が発着する南アフリカ第二の空港であり、ケープ地区への旅行者にとっての主要玄関口である。ほとんどの国内都市への直行便が出ており、多くの国際都市にも直行便が出ている。 2010フィ f ファワールドカップへの下準備として増加が見込まれる観光客を裁くためにケープタウン国際空港は2006年6月に拡張されている巨大な新駐車場改造された国内線到着ターミナルと新しい国際線ターミナルがその改修内容である手荷物関係の施設も拡張されさらちがオフィスやホテルに変貌している このケープタウン国際空港はアフリカの先進的空港として国際旅行大賞を受賞した。地図上にはロンドン、ニューヨーク、リオデジャネイロ、ブエノスアイレス、メルボルン、シンガポール、コロンボ、ムンバイ、アデンなどへの航路が記載されている。ケープタウン港はダーバンに次ぐこの国第二の港であり、アフリカ大陸最南端の港としての地理的な 重要性は非常に高い拠点校である。また、遠洋漁業の中心ともなっており、ケープタウン校には日本のマグロ漁船が多く立ち寄る。南アフリカ旅客鉄道公社のケープタウン駅があり、ブルートレイニア、ロボスレールなどの超高級列車が発着する。一方、メトロレールの運行する希望未への観光拠点であるサイモンズタウンや、 風光明媚なワインランド地域のステレンボッシュ、パール、ウェリントンなどを代表とする近郊都市への近距離列車も行されており、ヨハネスブルクのメトロレールとは違い屋などのを走るような一部の路線を除けば比較的安全に利用でき、白人層も含めて多くの市民の通勤通学の足となっているほか、ツアーバスに比べると料金もはるかに格安であることから、ケープ半島のや ワインランド方面へ行くなどは外国人観光客の利用もごく一般的であり政府としても積極的な利用を呼びかけているしかし便利な交通機関として日本のガイドブックなどに掲載されることは依然としてないがあった場合でも利用を推奨しない旨の記述も見られるケープタウン駅は長距離バスやミニバスなどの発着場ともなっており ケープタウンの交通のターミナルとなっている。また、テーブルマウンテンの麓から頂上までは、ロープウェイが運行ている。長距離バスは、インターケープ、トランスラックス、グレーハウンドの3社が運行しており、ケープタウン駅より、全国各地に路線を運行している。市内バスは、ゴールデンアローバス社が運行しており、同社の路線のない地域にはミニバスが多数、運行している。 ケープタウンは3つのナショナルロードの起点となっている。N1 国道は、ケープタウンから、まっすぐ北東へと向かい、オレンジ自由州の州都ブルームフォンテーン、南アフリカ最大の都市ヨハネスブルグ、首都プレトリア、リンポポ州の州都、ボロクアネを通り、国の北端に近いベートブリッジまで続いて、ジンバブエへと抜ける。n 二国道は、ケープタウンから海岸沿いにまっすぐ東へと向かい、 東ケープ州の州都ポートエリザベス、グラハムズタウン、ビシオ、イーストロンドン、ウムタタ、ダーバンを通って、ムプマランガ州のエルメロまで伸びる。N7 国道は、ケープタウンからまっすぐ北へと向かい、スプリングボックを通って、北ケープ州のビオールズドリフからナミビアへと抜ける。気候の良さ、地理条件、比較的よく整ったインフラ。 ヨハネスブルクほど劣悪ではない治安情勢などから、ケープタウンはおそらく南アフリカで最も人気のある観光地である。この都市は観光客を引きつけるいくつかのよく知られた自然環境に恵まれている。最も著名なのがテーブルマウンテンであり、テーブルマウンテン国立公園の一部を成していると同時に市街の背後に立っている。 この山にはハイキングでもケーブルカーでも登ることができる。は、ケープ半島の見事な岬角である。多くの観光客派とを結ぶ、狭いをドライブして、大西洋と山々の眺めを楽し、テーブルマウンテンと市街地を間近に見ることができる。は、車でもハイキングでも登ることができる。多くの観光客はもよく訪れるが、これらは地元民にも人気の場所である。 一日のうちに異なる雰囲気を持つ様々なビーチに行くことができるのである。大西洋側のビーチの水は外して冷たいが、これは南極大陸の氷河の氷が溶けて運ばれてくるからである。の海岸はしばしば摂氏10度ほども暖かくなる。どちらも人気があるが、裕福なや大西洋側のビーチはレストランやカフェが多い。古都にのビーチへの商店街は レストランやバーで活気が溢れている。サイモンズタウン近くのは、ケープペンギンのコロニーで有名。サーフィンは、人気があり、サーフィンの競技会を、市は、毎年開催している。いくつかの注目すべき文化施設もある。の鳩場の上にあるビクトリアアルフレッドウォーターフロントは、市で一番の人気ショッピング街であり、数百の商店とがある。この V&A は、 現役の港に隣接し、訪問者は、船が出入りするのを眺めることができるのが魅力である。ここには、ネルソン・マンデラ・ゲートウェイというのもあって、ここからロベンジ前のフェリーが出ている。ノーベル平和賞受賞者、ネルソン・マンデラは、政治犯としてこの島の監獄に長く習慣されていた。また、サイモンズタウンのコロニーなどへのフェリーも出ている。カラードの、のタウンシップなどへのツアーは、 数社が出している。ケープタウンのタウンシップで一泊するというオプションもある。安全で本物のアフリカの夜を過ごせる B&B、朝食付き簡易宿泊所もいくらかはある。ケープタウンは建築遺産でも見どころがあり、世界の中で最もスタイルの建物の密度が高い場所である。これはオランダ、フランス、ドイツ建築の根本でありのビジネス地区の古い。 政府関係の圏屋に沿って顕著に見られる。ザ・アニュアル・アフリカンス語では、キャプス・クロープスサは毎年行われる規模の大きな銀融詩人のフェスティバルであり、1月2日、トウィード・ニューバハー・アフリカンス語で2番目の新年に開かれる。参加チームは鮮やかな色のコスチュームに身を包み色のついた傘を持つか楽器を演奏する。がケープタウンにおける、 このパフォーマンス芸術のメイン会場である。その他、ケープ地方は美しいワイン農園が多くあることでも知られており、近郊のステレンボッシュ、パール、ウェリントン、ブースター周辺はワインランドとも呼ばれている。この地域の観光拠点となるのもケープタウンであり、鉄道で容易にアクセスが可能である。ケープタウン市内には1829年に 創設されたアフリカ最古の大学であるケープタウン大学とアパルト兵と下の1957年にカラード専用の大学として設立された西ケープ大学さらに1920年に設立されたケープテクニコンと1962年に設立されたペニンシュラテクニコンを2005年に合併開訴したケープペニンシュラ科学技術大学の3つの大学があるケープタウンでは サッカー、ラグビー、クリケットなど様々なスポーツが盛んである。サッカーではプレミアサッカーリーグのチームとしてアヤックスケープタウン FC とサントス FC の2チームが存在する。ラグビーではスーパーラグビーのストーマーズとウェスタンプロビンスが市内のニューランズスタジアムに本拠を置いてる。市中心部のグリーンポイントにあるケープタウンスタジアムは 2010FIFA ワールドカップの 会場の一つとして建設され、予選及び準決勝が行われた。2011年からは、アヤックスケープタウン FC の本拠地として使用されている。他にも、アスローンスタジアムや、クリケット用のニューランズクリケットグラウンドが存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。